はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ドロイドです。今日は、最近流行りの、勝手に流行ってるって決めてるけど、楽器ケースの、僕の楽器ケースの中身を紹介したいなと思います。その前に一個だけ、ご報告があります。この度ですね、次の4月からの、就職が決まりました。はい、オーディションをしまして、無事合格と、いった形で、ちょっとここのところ、ちょっと忙しかったんですけれども、無事採用していただきまして、とある、楽団の方に、就職ということで、これからまた、頑張っていきたいなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。見てくださってる皆さんがやっぱ応援してくれたからこそ、応援があってこその、合格だと思っているので、とても感謝しています。ありがとうございます。そしたら、じゃあ今日の本題に行きたいなと思います。そしたら、じゃあ、楽器ケースの紹介に行ってみましょう。どうぞ。はい、そしたら、楽器ケースの紹介ということで、楽器ケースじゃねえや、ケースの中身の紹介だ。はい、ケースの中身、いくつかというか、いろいろ見ていきたいなと思います。そしたら、まずはどうしようかな。ケースの外ポケットとかから、ケースとかから見ていこうか。はい、こちらケースね。このケースはバブスって呼ばれるところの、スペインのケースです。これはこの前、買いました。アマゾンとか、楽器屋さんの定価だといくらだろうな、5万ぐらいだと思うけど、割とこうすごい細くて、で割と丈夫で、いいケースだと思うんで、もし気になったら探してみてください。これね、姿形でね、同じバックスの中でもいくつか種類があるみたいなので、好みに合わせて選んでみるといいと思います。じゃあケースの中身見ておこうかね。じゃあ外ポケットから、外ポケットからに何が入ってるかからいきましょう。このケースには外ポケットが1箇所、2箇所ついてます。2つ楽譜が入るポケットがついてる。でも2つとも楽譜入れるとめちゃくちゃ重いので、僕はこっち側にしか基本を入れません。じゃあまずこっち、まず1個目、チューナーが入ってます。チューナーとメトロノームね。これ多分紹介したかな、アマゾンで2500円ぐらい。次、楽譜が入ってます。楽譜は最近練習したような曲とかが持ち歩いてる感じですね。これはコープラッシュ、切り名がついてますけど、これは僕が、作ったカッティングシートです。はい、中学生ぐらいからずっと使ってるコープラッシュですね。懐かしい。以上、こっち側はそれだけ。こっちには、そんなに物はたくさん入れないんですけど、はい、これ、ペット用のあれです。水捨てられないところとかで、よく使うやつですね。練習の時に重宝するやつと、クレープミュート。これはここでこうパチンって止めて、この部分をベルに引っ掛けるとバケットミュートみたいな感じになって、ここで止めて、こう持って使うと、プランジャーミュートになるみたいになるっていう、なんかあった時に使える。で、普段使わない時はこうやって開いてペロンペロンにしとけば入るので、こういうミュートがありますよっていうやつですね。3000ぐらいかな、確か。クレープミュートってやつです。じゃあ行きましょう、次ね。楽器ケースの中行きます。ケースの中身はこういう風になってます。まず入ってるもんだけど、楽器ね、楽器、スライドとこれ入ってます。こういう風になってますね。どうしようかな、どっから行こうかな。スライドの方を見ようか。ちょっとね、スライドの方についてるので、この先っちょに実はこういったものが入ってます。スライドの中の水が、こっちからこうスーッて入って、ここジャボジャボジャボって出ちゃうから、それを防ぐためのやつです。楽器屋さんのダクで1000円ぐらいだったかな、で売ってるんで、もし気になったら買ってみてください。で、僕はクロスが2つ入ってます。
クラスを2つの理由は、片方楽器持って片方吹いちゃうと結局その片方も、手で持ってる片方も、汚れてしまうので、両方でこう楽器を掴んで持ちながら両方とも吹いてあげる、そういうような使い方でクロスは2枚用意してあります。こっち行こうか。こっちに入っているものですけど、まずマウスピースポーチとマウスピースね、スワーブ、これね、スライドの外側の外観を掃除するときに使うやつ、ヤマハの、クリーニングスワーブです。あ、バザードっていうのか。これマウスピースの練習に使うやつで、あんま使わないんだけど、マウスピースにこうやって取り付けて、吹いてあげると楽器と同じような抵抗感で吹けますよっていう、そういうやつです。スライドクリーム、バックのスライドクリームです。チューナー、コルグのチューナーです。フルカラー液晶でとても見やすくて、でクリップタイプで、ベルに取り付けて使えるので結構いいなとふうに今最近ずっとつけて使ってます。チューニングスライドグリスです。これはエルリヒで出るチューニングスライドグリス、800円ぐらいかな、確か1000円ぐらい。はい、以上、ここの部分はこれでおしまい。こっち側行ってみましょうか。じゃあ行きます。まずこれティッシュ、ティッシュはあのスライドの、内側の、とかいろいろ掃除するときに使います。で、このポーチが取り外せて、ワルボイル、ロータリーの中に刺すやつです。ウルトラピュアのやつを使ってます。次、キーオイル、アクシャルフローバルブの、レバーのところに使うオイルです。これがただの霧吹き、これはあのスライドに、スライドクリームを使うときに、水をなじませなきゃいけないので、その時に使ってます。最後、鉛筆、大事だよこれ。楽器演奏する人、あの勉強してる人は必ず持っててください。鉛筆、あのね、鉛筆がいいかな。シャーペンでもいいんだけど、シャーペンだと細くてこう、あの跡ついちゃって消せなくなっちゃうから、あの鉛筆の方がいいですね。もしくは太いシャーペン、僕はあの昔は、0.9 のシャーペンを使ってました。これは三菱だけどユニだけど、まあよくトンボも使ったりしますけど、鉛筆は必需品だと思います。以上です。はい、そんな感じでざっと僕のケースの中身を紹介してみました。実際に思い出の写真だとか、面白いものとかは何にも、あのおまじないなものとかは一切入ってないんですけど、これで全部事足りているので、まあバッグの中とかにいろんなね、余計なものが入ってるのかもしれないですね。ケースの中っていうよりは、バッグの中にパソコンが入ってたり、カメラが入ってたり、モバイルバッテリーだの、いろんなものが入ってるんで、まあそっちが重くなってくるんですけど、まあケースに関してはこれで、通常基本的には全部こなしているという感じになります。その他、まあバストロのケースとか、まあアルトのケースとかいろいろあるんですけど、中身は基本的には変わらないですね。この中に入ってるやつを、このケースに入ってるものを基本的にはこう移してあげて、もっと物を少なくして、荷物を持ち運んでるっていう感じになります。そしたら今日は、こんな感じですけど、ケース&ケースの中身の紹介でした。またお会いしましょう。バイバイ。